ヤクルト打線、6点取ったよ、高橋、ヤクルト、高橋4回途中6失点で降板し、勝利投手の権利を持たず降板。なんで追いつかれてるの？毎回失点してるから。軟着払いしてんのや。高橋 WBC のせいにしてたけど、普通に自分がしょぼいだけやん。6点追いついてる広島のがやり返せしてるだろ。これでも勝てないのかの流れが完全に出来上がってて、草敗逆転される。閉店。村上一緒や、打ってもなぜ同点で防御率7点台が投げてるんだい。こいつら工夫早手張りに四死球出すよな。完全に高津采配の賞味期限が切れてるから、ぶっちぎり再開になりたくなければさっさと代行にした方が良いぞ。1イニング6点取ってあっさり追いつかれるチームがあるらしい。序盤で満塁弾打つと大体追いつかれてるのでは。田口と高橋の自称メジャー級コンビが悪いよ。中継ぎもいないから先発引っ張りたいのに。なあ、何点あればセーフティリードなんだ。日本一のシーズンの高橋はどこ行った？カープに清水当てて打たれるの何回目だよ。